ルの序列を、やせてもらうと、おそらく同志社がズバ抜けてます。ああ、南下してるのでめちゃくちゃ難しくなってるので。Hello there。 始まりました、アマチャンです、はい、今回はですね、アラビズムの井上先生ですね、います。やってまいりました。はい、お越しいただきました。はい、アラビズムですね、はい、大阪のど真ん中にやってまいりました。はい、ね、あの黒服のホスト、ホストじゃないです。例のやつじゃないです。ここホストの、ホストじゃ、ナンバーのホストじゃないです、ここは。これなんか1位の方かな。いや、違います、これ代表です。代表です。どこが競争が、いや、競争でもないです。よく言われますけど、競争って。せっかく関西に来てますんで、はい、いろいろとそういった形の話をやっていこうかなと思いますが、はい、お好み焼きともんじゃ焼きはどっちが好きですか。うん、そうですね、おこん、いや、違いますよ、違いますよ、そういう話じゃないですよ。関西の法律みたいな話じゃないですか。言っちゃうんですね。京大は知ってると思うんですけど、はい、関東の人も、はい、京都大学、はい、大阪大学も知ってるから、阪大も知ってると思うんですけど、うん、はい、やっぱりちょっとそうではないところを、ね、そうですね、聞いて、はい、いきたいかな、はい、あと神戸大がね、神大どこ説っていう、ね、ありますね。関東だと神大になっちゃったの、神、はい、そうですね、神奈川大学になっちゃって、はい、で中部地方だと信州大になってみたいな、はいはいはい、合わない全然噛み合わないってなるっていう、はい、はい、そんなこのね、関西の四大学があるんですけど、はい、そうですね、このカンカン同立っていうですね、はい、パンダの名前みたいな。カンカンじゃないですね、カンカンドンドンじゃないですよ。イタンコカンカンではないですよ。知らない人がすごく多い、はい、そうですね、その辺のことをちょっと聞けたら、はい、はい、これね、関西大学ですね、はい、そして2つ目がこれ関西じゃなくて、ね、そうですね、はい、関西学院じゃなくて関西学院で、はい、だからこれね、言い間違えちゃうと、はい、ね、あの記者会見でも謝罪しないといけない、はい、タックルされないとか。こっち、ね、タックルされた大学です。講師オーディションに出てた、はい、林くんも、そう、林先生が今言っている、はい、当時の新先生が、ああ、そうですね、はい、それで、はい、でカズレーサーさんでお願いの同社、はい、で、なんやの岡村さんがね、はい、中退してるのこの立命館というものなんですけど、はい、みんなそもそもどれぐらいのレベルなのかも分かる。そうですね、そのカンカン同率っていうくくりにされるので、序列、まあ難易度の序列を、やせてもらうと、おそらく同志社がズバ抜けてますね。ほう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 、ズバ抜けて感じですね。同志社がやはり関西の次第のトップ、はい、そうですね、でそれに追従して関学が今後のイメージで思ってくれたらいいかなと思っております。そうですね、じゃあ同感感にみたいな、そうですね、非常に言いにくい序列になるっていう感じが、はい、なるほど、はい、で 今あとはこの寛大をこう下からガーって引っ張ろうとしているのが近代ですね。近代学、はい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 、近代学が今これを引きずり下ろしたろうっていう、来てますもんね、来てますね、めちゃくちゃ来てます、今人気すごいです、はい、去年の M1 王者霜降り明星も近畿大学の せいやのせいやの方ですね。どこだけ何人、粗品よくこの辺言われるんですよ。粗品は昨日スベルな話出てましたねとかよく言われるっていう。なんで、はい、でいないんですか。ちょっと収録かもしれないですね、今日は。手伝るよ。粗品が届いてないですよ、こっち。いい大学ですか。はい、いい大学と思います。あの実際うちマナビズムこの校舎でも、カンカン同立の卒業生メインで働いてくれてるんですけども、コンサルタントとして、まあなんせ優秀な子たちが多いので、あと楽しそうですね、やっぱ通ってても。あ、はい、こういうことなんです。位置的にどこにあるのかっていうのも多分そうですね、本当に関東の人たちってやっぱ東京中心なんで、そうですね、主語は、はい、もう奈良京都がどこにあるかも知らないので意外と難しいんですよね。神戸がどこにあるかわからないので、はい、どの辺にこのような大学があるの。そうですね、これ意外と言われるのが、その地方の方から言われるのが、カンカン同立って大阪にあると思ってたって言われるんですけど、はい、大阪にあるのほぼ1個だけなんですよね、うん、関大だけが千里山という、まあ、吹田市にありまして、この前あの銃を奪った犯人が暴れ回ってたところがそこら辺なんですけど、よくないですか。大騒ぎだったね、あの時はもう大変だって言って、はい、こんなんで関大が有名になるとはみたいな感じだったんで中継されてたので寛大に、大阪はそこだけで、あとは立命館が茨城キャンパスがあるので、はいはい、大阪茨城キャンパスっていうのがあるんです。茨城県ではないです、はい、キーなんです、ウッドので
はい、あって、その他あとは立命館と同志社は、京都になります。はい。はい、あと関学が兵庫県っていう感じで。はい。今日そうですね、神戸にいたんで、はい、はい、あ、そうですね、受けましたから、あ、そっか、それ受けてましたね。みんななんか大阪にあるんじゃないか、はい、なんかマーチっていうと、はい、なんかみんな東京にある、そうですね、青学の横浜キャンパス、ね、相模原とか、はい、はい、ど田舎、はい、気をつけそうです、平岩とかが意外と大変、騙されないこんなんじゃなかったってならないように調べ、はい、何なんじゃそりゃみたいな、調べてください。まあでも入試大事ですもんね、その併願、特にカンカン同率よくあるのが、そのサブキャンパスを併願で受けなさいっていうのをうち指導で出してて、まあ難化してるのでめちゃくちゃ難しくなってるので、行きたい学部ばっか受けるんじゃなくて、一番顕著な関西大学なんですけど、関大、あの高槻にもキャンパスがあって、ほぼうちの生徒は高槻キャンパスを受けるようにさせてますね、押さえとして。高槻キャンパスは高槻市ですね、京都のちょっと手前ら辺にあるんですけども、はい、にあって、学部で言ったら社会安全学部っていう学部があったりとか、パソコン関係の学部とかがあるところなんですけども、名前忘れた、情報情報ね、大阪といえばですけど、総合情報とかがあるので、まあ大体併願させてますね、1個か2個は。で、あとはどうしてもそのメインキャンパス千里山行きたいんだったら、もうそこで決めてこいっていうので併願させてますね。なるほど、はい、やっぱレベル的にはやっぱ揉めるじゃないですか、総計にはまあ勝てないです。そうですね、まあ個人的に思うのは、同志社の英文だけに関して言ったら総計にはまあ負けないというかレベルかなと思ってて、ただし昼食すごいつけてくれます、最近の同志社は。なので、まあ同志社4技能入試がなんとかってなってる中でも変えないでいくって言ってるので、まあさすが新島城のまあ推しを凍てるなっていう大学ではあると思うんですが、同じ志です、はい、同じ志をずっと同じようなスタンスで、あとアカデミック、やっぱ大学で英語を勉強してほしいっていう思いが詰まった入試問題になってるというイメージですね。行きやすいのは、あ、難しい質問ですけど、まあ、関大がそれこそ倍率すごい上がってる中では、立命館日程的にはまあ同じ日にされることが多いので、立命館はまあチャンスっちゃチャンスかもしれないんですね、人によっては。はい、大体同志社とどっかっていうセットで受ける子たちが多くて、立命館と同志社、関大と同志社みたいな感じで受ける子が多いので、総計とマーチのやつ、そうですね、その併願と同じような感じで、同志社がやっぱり最後の2月、カンカン同率が2月1日からスタートするんですけど、最後の方の日程のところでドーンと構えてるのが同志社なので、併願としてはよくあるパターンですね。そこの日程は総計と被る、被り出しますね、多分いよいよだから、まあみんな、僕逆に関西のこの普段受けてる子たちに言ってるのは、マーチ併願できるでっていう話をしてて、それに言った通りにカンカン同率は2月1日から始まる中で、マーチどっちかというと遅れてスタートするので、併願には持ってこいとは一応伝えてるんですよね。この動画見てる方だと、まあ、東京首都圏の大学目指してる人たちが多いと思うんですが、併願として全然あると思いますね。なるほど、あとなんか関東だとね、はい、受験会場あったり、 ありますね、はい、いくつか、はい、できることもあると思うので、結構対策しないと辛い大学が結構多くって、特に関大ですかね、関大はパラグラフ正序っていう問題があって、東大とかでちょっと似たようなやつがありますけども、段落がぐっちゃぐちゃにされてて並び替えなさいっていうのがあって、これが多分関西圏出してるのもう一個神戸学院大学とかぐらいなので、やっぱ関大行きたい子はあれで頭打ち食らうというか、あれできずして関大受からないっていうみんな認識として持ってるので、結構そういうので苦労する子たちが多いですね。じゃないですか、出題形式、はい、一緒なんで、一緒なんです、はい、1年にも何個も取っていう、はい、うん、逆にうち関大志望でもうどうしてもっていう、もうめっちゃ賢いけど関大ぶっちぎり受かりたいんですっていう子には東大試させてますね、練習として。究極なんでやっぱり上の、はい、生み出せっていう感じで、ケンブリッジ英検とかでもできるそこまで行ったら、はい、アピールポイント、アピールポイント、やっぱり人じゃないですかね、カンカン同率は。やっぱ大阪といえばっていう、まあ、京都も、まあ、またこれ京都と大阪問題起こるんですけど、ね、まあ、やっぱ関西人って独特の雰囲気
を醸し出してると思うので、まあいい経験になるというか、ある意味、留学になるんじゃないかなと思います。留学と思います。そこがなんか温かいというか、あったそれこそ笑いの文化というか、あ、なるほど、そうですね、はい、っていうところとかも、笑いも取りまくってます。全然ちょっと豆情報だと思うんですけど、関大入試変わるんじゃないかっていう噂されてて、あの形式じゃなくて、今言った英語の問題が、関大結構10年に1回問題変えるんですよね。ほう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 。一番有名な現代文が確か2000何年かなんかに突然下線部が消えたっていう事件があって、みんな大パニックになったっていうのがあって、確かパラグラフ政治が今年で10周年なんですよね、出されて。またじゃあ変わるんだっていう、ちょっと一波乱ありそうな感覚がありますが、はい、いい予言が出ました、ね。せっかくなんで、ちょっと。さあ、外れていた時のですね、はい、あの野郎みたいな。結構でも楽しいんで、こういうの結構考えたりするんですけどね。はい。そう、あれですよね、関西の大学は考えなかったんですよね。そうなんですよ。まあ、いろいろ理由があって、はい、僕受けたのが立教と東京外大、はい、まあ、メインで受けたんですけども、中高6年間ずっと同じメンバー24人になって、仲良かったので、これ関西おったらそのままずっと高校卒業しても一緒にいてしまうなと思って。あ、なるほど。なんで一緒に暴走行為、いやそれ 逆ですね、おとなしいグループしてたな、おとなしい、はい、このまま行ったらオンラインゲームの世界でみたいな世界ではないですけども、まあまあ仲良かったので、はい、なんで僕もう第一条件まずは関西から出るっていうのがやって、なんならもう高校1年生とかの時は第一志望北大、北海道大学とか目指してたので、はい。で、いろいろあって東京行くことになったという感じなので、受験生の時は起きてないんですよね、関関同立は。で、まあ、林先生とも、ね。はい、この前ご飯行きました。はい。高校生の人、はい。一ノ瀬先生とも今度、秋になったらご飯行きましょうかって、はい、大阪来れるらしいので。あ、そうなんですね。はい、みんなで大口先生をハブる。写真こ撮って、いやーって言って。実は先生の井上先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.